天竜人、または天竜国は台湾におけるインターネットスラング。由来は台湾でも展開されている小田栄一郎の漫画作品、ワンピースにおける特権階級の名称、天竜人。台湾における聖章や支配階級、あるいは台北に居住し、かつ苦労知らずな人間を揶揄する意味合いで使われる。今ではネットユーザーにとどまらず台湾メディアも 頻繁にこの用語を報道で使用するようになった。核官営2009年、反乱金、核歳子なる人物が自らを、高級外商人、台湾を、鬼島、本商人を、和光、または、大智子と称したことから、インターネット上で大論争が勃発した。ネットユーザーの人肉捜索により、当時行政院新聞局の海外駐在員だった。 新党所属立法委員の各官営がこれらのペンネームで投稿していたことが判明し、各は辞職に追い込まれている。そして自虐を込めて大智子と自称するネットユーザーが現れ、退治する外省人権力者を高級外省人あるいは高級人と呼ぶようになり、ついにはワンピース作中での世界貴族の別称である天竜人をもって、 それら高級支配層を皮肉るようになった。現在では大多数の市民が台北人を例える意味でこの言葉を用いている。台北市の行政区分地図、天竜人は台湾最大のインターネット掲示板である PTT で最も議題が幅広くユーザー数も多いゴシップ板で核のヒッ事件を契機に乱立したスレッドで風刺事として始まった。核の発言を引用して 自分たちをその言葉で自重するとともに、外省人であっても、庶民層のユーザーまでが、低級外省人、下級外省人と自称するようになった。そして、核を天竜人と皮肉るとともに次第にその対象は、政商、権力者、大使党と呼ばれるエリート層、富裕層全体に広がっていった。やがて、これらの政治、経済、報道、司法の四権を包括した。 社会資本全体を掌握する分野に属し、他者より上層くらいであると自認しながらも、表面上は、社会的好感度が高い層や、周分をもみ消したり、中華層階級には過熱な競争を強いながらも、自らはその権力と地位及びそれらに属すことにより、享受できる特権、恩恵を貪る全ての人物を総称する者へと変貌していった。それらの特権階級を世襲する者も、 例外ではなかった。こうして、アメリカにおけるワスプ、その他の国家での経済が相対的に発達した地域や大都市圏の市民、成長における基人と似たような、台湾における特定の集団を、天竜というたった一語で定義する流れができた。天竜という語彙は台北そのものを面白おかしく表現することが多い。天竜国は台北の別名であり、 天竜人は通常台北人を指す。中でも特に不動産価格が高く、富裕層が多く居住する大安区や新区は天竜区と呼ばれ、支配層が居住する市林区の安保地区は天竜城と呼ばれる。抗議では、中南部出身者を中心に、本来であれば天竜国の外側に属しているとされる、日北市などを含む台北都市圏や、 台湾北部全体の範囲を指す場合もある。クソ文化を好むネットコミュニティでは、格好の素材となり、天竜人視点での台湾と題し、ワンピース作中に登場するドーン島のゴア王国王宮を天竜城、王宮直下の高町を天竜区、中心街をその他台北市、橋町を日田市の一部の区、城壁内外の境界である。 グレーターミナルを中山高速航路の台山料金所もしくは、台中市、その外側を台湾南部、コルボ山を中央山脈、風車村を台東県などの東部に置き換えたパロディ画像が投稿され、大反響となった。ネット以外での社会全体での定着度、認知度があまりにも高くなり、過度なジョーク、ユーモア表現を端としていることもあり。 台北市議だけでなく国家通信電波委員会までが苦言を呈する事態も起きている。また、他国の同様の地域対立や高物化都市を形容する際にも、マト天流国という表現をしている。ネット発祥ではなく、明朝から清朝にかけての時代に、海上交通の要衝だった、台南の阿比良港周辺の住人を指して、死港人という語句が用いられていた。戦後に、 自虐的な意味を帯びるようになり、現在は高雄市などを含む南部出身者全体を指す。北部は上皇、長皇という。行政や政策に対する不満を述べるときに、一筆二党国民という形で、市民、地方政治家に至るまで自虐的に多用し、報道でもそのまま使われる。前半部分を三党や、次党、後半部分を 公民や市民で言い換える表現もある。一等は、中央政府であったり台北を指す。連勝文化部に明らキ2012年7月、マクドナルド台湾法人は、自社の事前基金で、台北市大安区金アサに、重症症にがん患者とその家族への支援施設、ドナルドマクドナルドハウスを設立しようとした。しかし、当該地域住民は地下への影響を憂慮し猛烈な、 反対運動を展開、オンラインで自身たちの怒りをぶちまけた。記者の取材時に、西木康理長は、反対しているのは一部だけであり、全体ではないと語っていた。これに対し、やかつかみと言われる人気作家のシュマナブヒサ氏は住人たちを、天竜国に長く住みすぎだ。などと通列に批判しただけでなく、東森記者からの伝聞とした上で、 チラシを配ってまで反対を推進している一部住人を取材した記者が彼らは自分たちを権威がある高級公務員と言っていたと自身のフェイスブック上で暴露した。同日に TVBS が電話取材をした住民の一人は健常者が来るなら私たちもこんなに反対はしないと口走った。西木朝との佐藤さは。 彼らは知りもしない外国や後進国の難病時のことまで気にかけている。それが伝染病であってもと擁護したものの、隣町は癌が伝染しないなんて嘘だと言われたという。俳優、映画監督の大律忍は、この騒動に対し、天竜国という言葉は一連の不尊行為の形容詞であって、特定地域を指すものではない。とコメントしている。 翌2013年4月にマクドナルドハウスが無事、落成、オープンを迎えた。西木安利町は、県内の商店従業員や住民100人町が、ハウスのボランティアに志願しているだけでなく、基金への寄付も行ったし、これからも利用者に寄り添っていく。私たちは、天竜国の住民ではない。と強調した。台北市長選の最中に、市内の野良犬を、 すべて殺処分する公約を掲げて批判を浴びた連勝文は公約を撤回したものの市内保護施設の幼稚年出が難しいことからウリンケンやカヨシ県へ移送する計画を提唱した。これが当該県長らの反発を招いただけでなく対立候補の可分鉄にも天竜国の態度だと言われる羽目になった。民主進歩党では政策を論じる党の日本五番サイトでも 天竜国視点、台北から天下を論じるという文を掲載している。2017年、蔡英文政権が提唱している、インフラ投資計画、全線基礎建設計画においても、整備計画案が、これまで、手薄だった南部に手厚いことに対し元台北市長の、各竜武氏が無駄な事業と批判し、南部自治体市長らが、一斉に反発した。 政治家本人が直接用いていなくてもニュースの見出しや記事では天竜国の文字が多用されている。ありがとうございます。